クルーソー TM5600 クルーソーは、トランスメタが開発した X86 五換マイクロプロセッサーである。ここでは、後継プロセッサーであるエファッケオンについても述べる。名称は、恐竜機の主人公、ロビンソン・クルーソーに由来する。設計、発売元のトランスメタについては、そちらの記事を参照のこと。同社は、いわゆるファブレスであり、製造は社外への委託であった。 最大の特徴は X86 命令をクルーソーのハードウェアではデコードせずコードモーフィングソフトウェアが X86 命令をクルーソーのネイティブのベロウェ命令に動的に変換する点である。この点で発表当初は同時期に開発されたインテルのアイテイニアムとベロウェの実装方法について比較されることがあった。また CPU 負荷に応じて動的に CPU のクロック周波数を肯定するロングラン。技術を採用し、同 CPU の消費電力の低減に貢献している。2000年に発売された TM5400-5600 では、PC のノースブリッジジップを統合している。ただし AGP には対応していない。主に組み込み向け用途を狙った CPU であるが、発表当初は、 まだ他社製 CPU に低消費電力向けのものがなかったため、ソニー、NEC、富士通、東芝、カシオなど、特に日本市場向けの各社のモバイル向けノートパソコンなどに広く採用された。しかし、初回のアプリケーション起動時にはコードモーフィング処理を行うため、パフォーマンスは同クロック周波数の他社製 CPU とベンチマークなどで比較すると60%程度で、 明らかに見劣りするものだった。またノートパソコン全体の消費電力を左右するのは CPU だけではなかった。発売当初、各 CPU の CMS はフラッシュメモリに書き込まれていてバージョンアップ時に変更が可能とされていたが修正版は一般にはリリースされていない。2002年には CMS4.2 にバージョンを上げ、クロック周波数を向上して、 パフォーマンスを改善した TM5800 を発売した。これらはノートパソコン以外にタブレット PC やブレードサーバーへの採用も期待された。もっとも2003年にインテルが対抗して低消費電力の CPU を出荷したことや製造先を IBM から TSMC に変更したものの度重なる製造遅延などでクロックスピードを上げることができず、 CPU パフォーマンスを上げることができなかったことなどから各社のノートパソコンでの採用数は徐々に減少することになる。このほか、IBM もクルーソーを搭載したノートパソコンを試作、展示したことがあったが、目標とした連続駆動時間を実現できず、開発は中止された。エファッケオン TM8601GHz1、GHz エファッケオン TM8600 を搭載する。 シャープ製モバイルノート2004年次世代プロセッサアストロのコードネームで呼ばれていた TM8000 が発売された。製造は当初 TM8600 シリーズについては TSMC で行われたが製造プロセスを90 n m メートルに切り替えた TM8800 シリーズについては富士通アキルの工場で行われている。ベロウェでの実行命令数を倍にするなど 内部設計を一新したことで、パフォーマンス面では、同クロック周波数の Pentium 系 CPU の80%から90%程度と大きく改善した。クルーソー同様、ノースブリッジ相当の機能を内蔵しており、AGP にも対応している。ただし同時に発表された、ロングランに技術は採用されておらず、消費電力はクルーソーより若干上昇した程度で、ある。 ノートパソコンでの採用は、シャープの一部の製品のみにとどまり、同チップを採用したファンレス PC やベアボーオンキットも存在するが、他社製 CPU 搭載の製品に対して若干効果である。各社が Pentium M にシフトしたことで、市場への復活はないと思われたエファッケオンだったが、スプリングプロセッサーフォーラム2006にて行われた、 トランスメタのロングラン2についてのプレゼンにて、ロングラン2実装版エファッケオンが作成されたことが判明し、何らかの形でエファッケオンが再度市場へ登場することが期待された。また、マイクロソフトのプリペイド PC サービス、フレックスも専用の機能を持つ CPU として、エファッケオンを拡張したものが使用されているほか、サムスン製の Windows XP 搭載の携帯電話端末、 SPHP9000 にも TM8820 が搭載されているとのことである。トランスメタはロングラン2の技術供与を富士通、NEC、ソニーなどの各メーカーに対して行っている。企業から赤字続きだったトランスメタは2005年チップ製造業者から知的財産ライセンス企業へと方向転換を図る戦略を発表し、その後大規模なリストラを行った。 また、香港のカルチャーコムへの狂い層に関する技術資産の売却と異白気温の技術ライセンスの提供を発表した。それらの結果、同年には初の黒字化を達成している。カルチャーコムとの契約は2006年2月、米国政府の技術輸出規制により終了している。当時、インテルも AMD もクロック戦争の真っただ中にあり、どちらが先に、 一ギガヘルツの大台を越すのかの争いを演じていた。しかし、クロックの上昇は処理性能の向上と同時に消費電力の増大を意味しており、バッテリー容量の制約があるノートパソコンのメーカーにとってこれは大きな問題であった。特にビジネスにおけるモバイル PC の需要が世界で最も大きい日本においては、バッテリーによる 駆動時間は重要な問題として捉えられ、この解決案の一つとして CPU に消費電力の低いクルーソーを採用するメーカーが増えた。インテルへの影響、編集、クルーソーの開発アナウンスに対しインテルは危機感を抱き、2001年低電圧板と超低電圧版のモーボレペンティアム3を開発し、市場に投入した。 これらは通常のモバイル Pentium 3のシリコンエーファーからより低い電圧でも動作する有料な個体を選別した製品である。選別品であるため動作クロックは低くとも低電圧版および上、低電圧版の価格は標準的な製品よりも高い設定が行われた。その後、インテルのモバイル CPU においては二千二年よりデスクトップ版と同じネットバースとマイクロアーキテクチャを 採用した Pentium 4M シリーズが発表されたが TDP に問題を抱えており本来の性能を発揮できないものだった2003年より発売された Pentium M では P6 マイクロアーキテクチャが採用されクロックは低いものの電力あたりの処理能力の高い CPU となったネットブックに搭載されている Intel の A100、Intel Atom シリーズも ペンティアム M の系譜を受け継いでおり、非常に低い電力で動作している。一方、デスクトップ CPU におけるクロック戦争は、より長く続いた。インテルの CPU はペンティアム4において3、GHz 後半までその性能を向上させたものの、消費電力の増大に伴う、熱問題から行き詰まりを見せる。クロック上昇の連続による、性能向上に限界を悟ったインテルは、 2005年発売の PentiumD において物理 CPU の複数コア化による性能向上を目指した。しかし Pentium4 の CPU コアを流用して2つパッケージにしたために熱問題が深刻化してしまう。そこで消費電力が低く熱問題が発生しにくい。PentiumM に目をつけた。2006年に PentiumM を元にして改良し、 デュアルコアにしたインテルコアニシリーズを発売し、電力あたりの処理能力の高いデスクトップ、CPU として発売、成功を収めたといえる。トランスメータは、インテルの企業力により業績悪化を余儀なくされ、主要事業を半導体の開発販売から開発した、私的所有権のライセンス提供に移行させていった。ただ、性能の低減を抑えつつ、消費電力を節減するというアイディアを持った。 CPU は当時としては画期的であり、その後のインテルの CPU に間接的ながら大きな影響を与えた。CPU のクロック周波数を肯定することにより消費電力を低減するアイストというインテルの技術はロングラン技術のアイデアと同じものであり、トランスメタは2006年にインテルを特許権の侵害で訴えている。AMD への影響、編集2004年、 AAMD は 1GHz 競争終了後に自ら、はしごを外す形で、省電力、高効率、方向にシフトしつつあった。そして対抗のために以前から開発していた、K7 シリーズの一部を、ナショナルセミコンダクターから買収した、省電力プロセッサのブランド GEO でを冠した、GEO で NX と命名し、投入した。その後、AAMDK8 アーキテクチャの、 低電力ソリューションとして、アプタラン EE、同 HE、ツリオン64を発売した。ありがとうございます。